皆さんこんにちは。こんにちは。マロンチャンネルです。私たちは夫婦プラスワンで車中泊旅を楽しんでます。今日はマロンはお留守番です。まだまだ残暑が厳しいので預けていきます。でもマロンの様子は預け先で撮影していきますので、どうぞご覧ください。今日の荷物はこんな感じです。マロンの荷物もないし、お風呂も自宅で入っていくので少し少なめです。広くていいね。じゃあ忘れ物はないか。はい、マロン、お父さんとお母さんちょっとお出かけしてくるから、お利口してお利口しててね。あそこ入るの？あ、お出かけって言ったからね。ね、お利口なんだよね。お出かけって言ってもそこ入るもんだと思ってるんだもん ね。マロンじゃね、バイバイ。じゃあね、お利口しててね。はいはい、マロンを預けてきたので出発したいと思います。はい、目的地は横須賀です。どこ行くの？はい、ただいま9時50分です。先ほど買いました牛丼を高速道路の一番近いパーキングエリアでいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ牛丼。はい、はい、私は親子丼。吉野家の牛丼久しぶり、うん、うちの近くはすき家だからね。そう、はい、味噌汁。はい、サラダ。いただきます。いただきます。おお、そうか、卵が欲しかったかな。これトッピングでね。あ、そうだね。うん、おいしい。うん、やっぱすき家とは違うかも。うーん、どう違うかは分からない。あっつあつ。卵が半熟でおいしい。あらま、新製品？期間限定って書いてなかった。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ横須賀の方に移動したいと思います。はい、ここから2時間15分です。マロン。マロン。マロンくん。マロン、わかった、こっち見た。あ、あった。こっち見た？わかる？声わかる？わかるかな？どこから聞こえてくるのかな？お利口してる？利口してるかい？快適すぎる？快適だよね。帰りたくなくなっちゃった。マロン。マロン、ここよ、ここ。探してる。マロン、ここよ、ここ。探してる。探してる？マロン、これ、これ。探してるの？探してるわ。そうなんだ。じゃあ、いっぱいいっぱいさ。あの抱っこして可愛がってあげて。はい。マロンちゃんね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。おやすみ。じゃあ切るね。はい。あ、ありがとう。はい。はい、横須賀パーキングエリア入ります。はい、横須賀パーキングエリアに着きました。今日はこちらで休みたいと思います。
ではまずゼロブリーズをセットします。よいしょ、 OK、 あ、ついた、はい、よいしょ。オッケーじゃん。大丈夫だね。うん、まあ、とりあえず来てるから。オッケー。じゃあスリープモードにしとこう。はい、はい、じゃあ荷物の移動をします。はい、はい、完成です。はい、はい、じゃあ今から寝たいのでマット敷いたり布団を整えたりします。はい、涼しい北海道でこれがあったら絶対去年と同じだと思っちゃいけなかった。先入観があっちゃう。うん、いけなかったね。わちゃわちゃする子がいないからさ、寂しいよ寝たかなちょっとの物音で目が覚める子だ大丈夫かな。はい、じゃあ今から2人で着替えます。せーの。はい、着替えが終わりました。じゃあこれから2人で歯磨きをします。寂しいいないんです。マロンがいない車中泊って初めて。はい、やっぱりね、いないと寂しいですねただいま1時27分です。外の気温は 27.7 度、車内は 27.3 度です。これは車のエアコンがまだ効いているためですが、今日はゼロブリーズがあるので大丈夫です。おはようございます。ただいま6時3分です。外の気温が 25.7 度。車内は 27.3 度です。昨夜はしっかりゼロブリーズ効いていました。寒くて途中で止めました。暑いのでゼロブリーズをつけてます。やっぱりこれがあると涼しいです。では今から2人で着替えます。せーの。はい、着替えが終わりました。片付けも終わりました。なんか寂しいよ ね、 ねえ、なんかいないんだけど はい、じゃあ食事の準備をします。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。今日は昨日夕方地元のスーパーで買ったパン、うん、20円引きです。はい、いろいろ、はい、いろいろ、いろいろ20円引きです。はい、いつものヤクルト、ヨーグルト。じゃあいただきましょう。いただきます。結構車多いよ、ね、やっぱ3連休の中日ってことかな、うんうん、キャンピングカーじゃない車で車中泊してる方もたくさんいましたね、うんうんうん、やっぱりこうやって食事できるのが良さかな。そうだ ね、 ね、うん、大型車は台数はそんなに多くなかったかな、うん、ただあの1台大きな車が止まっててずっとアイドリングの音が大きいんだよね大きいね、うん、結構聞こえてましたね、うん、夜中にここに着いて支度をするのに、うん、結構このスライドドアをねバチバチ鳴らしていたんですけども、うん、サービスエリアはそういう音も気にしないで済むからちょっと気が楽かな、うんね、道の駅とかは結構気を使うよね。気を使いますね。だから前からね、うん、出入りして静かに閉めたりとかしてるんですけども、うん、こういうふうにゼロブリーズをここにセッティングしちゃうと出入りがもうできなくなっちゃうのでね、うん、そうそうそう、車中泊をし始める前まではマロをペットホテルに預けて公共機関を使ってね、うんうん、旅行に出てたでしょ。そうだね、うん、一緒に車中泊をするようになって、うんうん、ずっとそれでここ3年来てるから、うんうん、本当にいないと寂しいよねいるのが当たり前だったから、うん、あ、やっぱり家族なんだなって、うん、
でつくつく思いますね、うん、今回はね親族のところに預けてるから安心はしてるけども、うん、あのペットホテルに預けてね、うん、他のワンコちゃん周りにいるのに大丈夫かなとか心配しながら例えばね、うん、こうやって行動してるんだったら、うん、やっぱりこう一緒にね、うん、いた方のが楽しいし心配もしないで済むし、うん、車買ってよかったなって思う、はいはい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ荷物の移動をして出発します。はい、横須賀パーキングエリアでした。これが横須賀駅です。駅ビルをイメージしてたんだけど、意外と地元の建て替える前の駅っていう感じだよね。うん。みんな建て替えてて、やっぱり暑いです。はい、ここから12分ほど歩かなくちゃいけないんですけど厳しいです。9月の中旬パパがわざわざ横須賀までやってきたのはこれでした、はい、失礼します。はい、はい、本番が終わったのでこれから横須賀といえばカレーカレーを食べに行きます。はい、違う、あ、それじゃない、横須賀海軍カレー、これあれシャッターが、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、なんていう表示、当然ないだ、おやすみ、残念でした。じゃあ次並んでるっぽいですね、多分ここでしょう、うん、ここでしょうか、カレー、うん、何、うん、ここ、どうなの、はい、こういうシステムでしょう、全く順番が来ますね、どうなるな、はい、なんかもうずっと立ってたからフラフラテンポ、それでもそこまで辛くなくて、うん、すごいスパイスが効いてる、これチャツネ入れると美味しい、あ、はいはい、うん、チャツネちょっと甘いよね、レストランで食べたカレーのような味がするかな、うんうん、面白くする味だよね、うん、そうだね、うん、結局そこから広がってったんだもん ね、うん、ね、横全国に広まった、そうそうそう、横広まったっていう味のカレーに食べてたんだと思うよね、マロン、いいね、はい、近くにベルニー公園がありました。ここは海上自衛隊の基
になるのかな。ここには潜水艦が見えますよ。ほら潜水艦がいて、あとこれ何て言うの、その先駆逐艦、わからない、ただ護衛艦とかわからないですけど、なんか戦艦がいて、そしてですね、こちらわかりますかね、これ空母ですよ、空母。すごいね。ねえ、すごい迫力。空母の近くまで来ましたよ、これ。ほら、これ。うわー、すごい。すごい迫力。はい、こちらは日本最大規模の空母、出雲でした。かっこいいですね。横須賀でした。すごい。いろんなお船がありました。はい、横須賀車中泊でした。はい、マロンがいなくて寂しかったです。はい、次回はマロンと一緒に車中泊したいと思います。はい、この動画がいいねと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。また見てくださいね。帰る人。あ、そこ。うん、帰りたくないって。ここにいるって。やだーって。帰りたくない？帰る？ゴミか、ゴミティッシュ。